予告編から、フランケンシュタインの怪物とニーマン博士左から、エレナ・ベルドゥーゴ、ボリス・カーロフ、ジェイ・キャロル内ュ左からボリス・カーロフ、ジェイ・キャロル内ュ、ジョージズッコ、フランケンシュタインの館は、1944年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。ユニバーサル・ピクチャーズ制作で、主演は、ボリス・カーロフとロン・チェーニー・ジュニア、監督は RC、R.C. ケントン、原案は、 カートシオドマク、フランケンシュタインと狼男及び夜の悪魔の続編にあたる。マッドサイエンティスト、狼男、ドラキュラ、セムシ男、それにフランケンシュタインの怪物が勢揃いする思考は自作、ドラキュラとセムシ女、デコボコフランケンシュタインの巻きに引き継がれる。人間の脳を犬に移植した罪で十五年間刑務所に服役していたグスタフ・ニーマン博士は、 嵐の夜、セムシ男のダニエルと共に脱走する。たまたまカーニバル一座のランピーニ博士が通りがかったので殺害して成り変わり、自分を告発したフスマンが村長を務めるリーゲルバーグ村に向かう。カーニバルの出し物の中にドラキュラの骸骨があり、その胸に打ち込まれていた杭を抜くとドラキュラ伯爵が蘇る。ドラキュラはニーマン博士の命令に従い、 フスマン村長を殺害。さらに、フスマンの息子の嫁、リタを連れ去るが、リタの夫とカールの追撃に遭い、夜明けの光を浴びて滅びる。ニーマン博士には、自分の研究を完成させるため、フランケンシュタイン博士の研究ノートが必要だった。それを探すため、フランケンシュタイン博士の屋敷跡へ。地下を調べていると、凍りつけになった狼男とフランケンシュタインの怪物を発見。 怪物は細胞が損傷を受けて目覚めなかったが、狼男のタルボットは生き返る。タルボットは変身の呪いを直してもらう代わりに、フランケンシュタイン博士の研究ノートを探し出す。ニーマンはバサリアにある自分の研究所へ向かう。旅の途中、ダニエルはジプシーの踊り子アランカに恋用し、親方から虐待されている彼女を救う。しかし、アランカは、 醜いダニエルよりタルボットを好きになってしまう。ダニエルは自分の脳をタルボットに移植してほしいと懇願するが、ニーマン博士はそれを拒否する。満月の夜、タルボットは狼男に変身して、村人を殺してしまう。村人たちは狼男の仕業と気づき、狼男の行方を探していると、誰もいないはずのニーマン博士の研究所で謎の発光現象を目撃する。 ニーマン博士は、フランケンシュタインの怪物を復活させようとしていた。狼男に変身したタルボットは、理性を失い、アランカに襲いかかる。しかし、アランカは死ぬ直前、銀の銃弾で、タルボットを撃ち殺す。アランカの死を悲しむダニエルは、ニーマン博士を殺そうとする。しかし復活した、フランケンシュタインの怪物に、窓の外に突き落とされる。 ニーマン博士を抱いて逃げるフランケンシュタインの怪物だが村人たちに沼地に追われ最後は博士ともども竜サの中に沈む前作フランケンシュタインと狼男では二大ユニバーサルモンスターの共演だったがこの映画ではさらにドラキュラとセムシ男も加わった最初の案ではミイラルイ・ジンザルの女ザマット・グール 透明人間といった他のユニバーサルモンスターたちも出る予定だった。ワーキングタイトルには恐怖の部屋、悪魔の血というものがあった。シリーズのつながりより興行を重視したモンスター、大集合路線はドラキュラとセムシ女やデコボコフランケンシュタインの巻きに受け継がれた。この映画でフランケンシュタインの怪物を演じたのはこれまで西部劇の脇役を演じてきたグレン・ストレンジで、 従来の怪物役、ボリス・カーロフは、マッドサイエンティストに変わった。カーロフはストレンジに演技指導をしたと言われる。ダニエルが、屋根から落ちる時の悲鳴は、カーロフの声。フランケンシュタインの復活の怪物が、イゴールの死体を見つけた時の苦悶の声を再利用した。氷の中と実験室の怪物の顔は、フランケンシュタインの幽霊の怪物を演じた、ロン・チェーニー・ジュニアのマスク。 クライマックスの燃える草の間を逃げ、流差に沈む怪物は、ストレンジ本人が演じた。草はタンブルウィードを使い、予想していたより早く火が回ったため、ストレンジは火傷してしまった。ボリス・カーロフのスタントは、キャリー・ロフティンだが、最後の流さんの死因だけはカーロス。いくつかのミスが発見されている。ドラキュラが馬車から投げ出された後、落ちていた棺を見下ろすシーンで、 口ひげの一部が取れている。また、タルボットが最後に狼男に変身するシーンで手に毛が生えていない。カーロスがユニバーサルホラーに出てのはこの作品が最後である。ニューヨークタイムズが見の H ウェイラーはこの映画をベイブ・ルースが国にいる野球チームに例えた。悲鳴と同じくらい笑いが起きるに違いない。バラエティ氏はホラーマニアのハトを足かみ、内緒については 適役と評した。ハリスン、S リポーツ氏は、軽いホラー映画、怖いというより滑稽。モンスターたちはこれまでやったことを繰り返しているだけなので怖くも何ともない。ありがとうございます。